ゆいおあかいえ、お前たちがこの手紙を読んどるってことは、おいはすでに死んどって、しかもお前たちのどっちかがぎっくり腰になったということだろう。さて、ぎっくり腰ば直すにはとにかく安静にするしかなか。ばってん安静にしてばかりおられんとが人生だい。そがん時のために今から立ち上がるコツば教えるけん。大丈夫、お前らならできる。今諦めれば腰痛のせいにできるさ。チャンスじゃなかとね。知りたかとさ、自分がどこまでいけるとか、それがわからんとか、一番後悔する気のすっとさ。あとね、向こう肉まんは数乗位のツイートなんけん気をつけんばよ。オッケー、そがんしからしかことのあってよかったかね。